スピーカー押してみてください。パワー押しました。パワー押しました。で、26.5。WBGT シフトに合わせて、はい、これで注意喚起ですね。おー、肩のね、肩の色で。はい、便利ですね。まあ、暑くなってきたんでね。比較的。お、はい、WBGT指数をちょっと計測。あー、WBGT指数ね。はい。はい、はい、夏、夏感じるの？夏なんか、はい、夏を感じます。まあ、こうなんか夏休みの計画はあるんですか？ああ、私は実家に家族で帰省。ああ、いいね。私はマリンスポーツしに行きます。マリンスポーツ？はい。次で。はい、山と川にキャンプに。あ、キャンプね。はい。最近ほら一人キャンプとか流行ってるから、ね。あ、そうですか。みんな何充実してんだね。まあ自衛隊全般だと思うんだけど、はい、ワークライフバランス。はい、結構こう取り組んでると思わない？こうね、はい、ね、こうみんな結構充実してる？はい、もう、もう一つワークライフバランスにね貢献するように癒しの曲を準備したっけ？ありがとうございます。聞いてくれ。はい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 。はい、素晴らしい。あのな、はい、まあ、自衛隊はワークライフバランスのパイオニアなんです。仕事も、まあ、家庭もね、はい、まあ、また遊びも、実はね、気持ちの持ちようなんです。やる、何でも明るく前向きに取り組むことが、心が軽くなって、仕事もできる、家庭も大事にできる。これが真のワークライフバランスなんじゃ。どうだったんですか？大丈夫ですか？ですか？死にました。ところで、福ちゃん、はあ、じゃあご家族とはどうなんですか？まあ、ちょっと痛いとこついてくる。ああ、まあ、大学生の娘なんだけど、小学校高学年の頃から話ができたからな。長いですね。まあでもそれでもね、わしはな、前向きに明るく生活しとるんよ。あ、なるほど。これが俺のワークライフバランス。夏休みの予定？夏の予定はね、あの、実はな、わしな、はい、今回転勤になったんじゃん。そう、はい、ちょっと引っ越しとか準備しとって、腰が痛なったんや。このね、このなんか袋持つのも大変やん。まあ、そのことより副長、すいません、あの袋の中身を早く教えてください。いやいや、だから袋持つのが大変今言ってきた。お菓子ですかね。いやいや、わしもね、こう今回ね、あの、わしの名言集こうね、作ったっけ。あ、はい、うん、あ、懐かしい内容ですね。中身ちょっと懐かしいけど、後で特別に、はい、もう一曲ね、あ、みんなにプレゼントあるけ。あ、本当嬉しい。
うん、はい、ほんじゃな、みんなこれからも頑張ってくれな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後はとてつもなくあっさりしてました。確かにすごいですよね、なんかいろいろ書いてあるんですけど、今までのこの恥ずかしい、はい、恥ずかしいセリフが歯が大きそうね、この歯が浮くようなね、なんか練習しようか。はい、にも持ってきてもらっていいですか。 ありがとう、ガメちゃん。暑いです。はい、お声、これ呼んだ。あれあれ あれどこやったん。えあもらった、どこやったん。もらったばっかり、もらったばっかりなの。現象、地面に置き忘れてきたじゃあ、後ろ。えこれ、何、新大国三条候補で大って書いてますよ。怖っ。誰かいるって。でも移動って言ってましたよね、はい、転勤って言ってましたよね、はい、ちょっとどうなるかこれから先ちょっと今までそうです、ね、気になる気にね、はい、ということでどうなるんでしょうか。はい、コメントで、コメント欄にコメントいいねお願いします。はい、それでは皆さんも素敵な夏をお過ごしください。今度こそバイビー。バイビー。